ワーチュネミクの日常ロイパラは原作、オトマニア、作画、卵によるユニットオンタマによる日本の漫画作品。音声合成ソフト、初ネミクのキャラクターをめぐるメディアミックスの一つである。月刊コンプエースにて2008年2月号より2011年10月号まで全67回が連載された。2008年7月号より日本立てとなっている。また、 コンプエースの姉妹誌である、コンプティークのボーカロイド情報ページ、ボーカロイドステーションに、出張版が2008年5月号から、2008年10月から2011年12月まで、コンプエース公式サイトにて10日26日の月2回更新で、ウェブ版が全75回、2010年3月から、コンプティークモバイルにてウェブ版とほぼ同じタイミングで、モバイル版が、 全26回それぞれ連載された。クリプトンフューチャーメディアの音声合成ソフト、キャラクターボーカルシリーズの第一弾である、初音ミクをデフォルメしたキャラクター、ワチュネミクをキャラクターゲンンのオンタマが4コマ漫画化した作品。ワチュネミクはクリプトン公認のチビキャラであるが、公式ではない。この点は、メーカー非公式初音ミックス連載、チビミクさんと同様である。ロイパラ、 というタイトルは、オトマニアが、クリプトンのボーカロイド担当である、ワットこと、佐々木渡に、タイトル案を聞いたところ決まったもので、その中から想像がつく通り、ボーカロイドと、パラダイスを合わせたものである。本作の話数カウントは、ネギの丸で、サブタイトルは原則、ワチュネミクノとなっている。フォーマットは、本編は、原則4コマ11の1は完結型。 出張版およびウェブ版は4コマ1の1は完結型、モバイル版は4コマ1で全体を通して、一続きのストーリーとなっている。本編が長い場合は、サイド A とサイド B に分割されている。本作は口述の通り騒動が多発するなどドタバタ、色が強いが、これはオトマニアと卵が共に、大阪府大阪市出身、在住であることが大きい。 オトマニアが四巻後書きで、一つの完成型と言っても、過言ではない、笑いと評する吉本新喜劇の影響も強く、受けている。各簡単公文の奥付けには、初音ミックス、チビミックスさん同様、クリプトンの承諾を得て発行している胸と、ボーカロイドが、ヤマハの登録商標である胸について明記されている。著作権表記は、などとなっており、オンタマ。 門川書店、クリプトンの表記順は特に決まっていないが、クリプトンの社名に関してはすべて英語表記になっている。ネギの67、ワッチュネ、ミクとボカロソをもって連載終了。四巻後書きにてオトマニアが近いうちにパワーアップして戻ってきますとコメントしていたが、2012年5月号から同じオンタマコンビによるミクボンの連載が開始された。 母からカロイドのためのアパート、母からカロイド層。ある日、その管理人メイコに、公屋のワットから、ハガキが届く。メイコが、珍しいなぁと思いそのハガキを見ると、文面は、メイコ参考本日そちらに新人が届くので面倒を、見てあげてください。クリプトンワット。届くという表現に、メイコが驚いたのもつかの間、ハガキを読んだその直後に、 ニコニコ宅急便で送られてきたのは、産地直送と書かれた重いンボール箱。も何が入ってるのよとその箱を開けると、箱の中に入っていたワットからの荷物は、なんと大量のネギとネギの中から顔を出していた謎の存在。その存在こそが、ワットが、今日届くとしていた新人母からカロイド、自称、電子の妖精こと、ワチュネミクだった。 たまにはボカロっぽいことやりたくねと、突然、バンド結成を提案したミク。担当楽器における、うよ曲折もありながら、最高のバンドにしようぜ。と、意気込む4人。しかし、アンプを接続しないと大きな音は出ないという、エレキギターの基礎も知らないミク。果たして、このバンドは本当にうまくいくのか楽器は、レンのベースは、カイトの、お下がりで。 それ以外はすべて新品。購入費用は、メイコがすべて経費に計上した。内容予びリンク先は、本作の登場人物の元となった、製品、キャラクター。名前のみの登場も含む。以下の人物は、全員が、各社に勤務する実在の社員。クリプトンフューチャー、メディアルネサスエレクトロニクス掲載当時は、NEC エレクトロニクス。 ミクによると社内にミクのファンがいっぱいいるらしくリンが羨ましがっていた。グッドスマイルカンパニー、角川書店、サ松中川ともに単行本の後書き4コマに登場。後書きでは、S 松さん、N 川さんとなっているが、スタッフリストには本名が記載されているため、伏せ字の意味がなくなっている。オトマニア、卵ともに単行本の後書き4コマに登場。 前述の通りともに大阪府大阪市出身在住。ツイッターのユーザー名が自身の公式サイトのドメイン名になっているのも共通。特に記載がない人物についてはいずれも口述。基本的にボーカロイドかクリプトンが店名、施設名の元となっている。総同名は便宜上のもの。内は発生会。2010年8月にクリプトン協力のもと。 鳥取県米子市と本作のコラボレーション企画が行われた。なお、この企画と直接の関係はないが、現在は、米子市役所にはチュネミクの張り子が設置されている。この経緯については、米子市ホームページを参照。鳥取アニカル祭り2011条期のコラボが行われた翌2011年には9月3日から9月4日にかけて、 ヨナゴコンベンションセンター、ビッグシップにて、鳥取アニカル祭り2011が開催された。アニカル祭りには、温玉二人は、ボーカロイド楽曲コンテストの、卵は、若林直美と共に、ツーシャプチカアニバルの審査員として参加する予定だったが、当日は、ヨナゴ市に台風が接近したために交通機関が麻痺。二人とも、大阪市から、ヨナゴ市へ出向くことができず、 通社の表彰式が中止になった。この台風で温玉の他にも影響があり、3日に開催された声優トークショーでは、鏡音林連の声優、下田浅美が欠席、残る若林と西垣由香は出席したものの最終的に下田はスカイプでの参加になった。なお、その翌2012年の9月8日から9月9日にかけて開催された。 ト取トリアニカル祭り2012では、米越しが悪天候にならなかったためトークショーで、スカイプを使うことはなかった。2009年11月20日、NEC エレクトロニクスのトップページにはチュネ、ミクとルネサスのキャラクター、エクスブリッジ君が描かれた。2011年には、ルネサスの公式ウェブサイトに掲載されている、ウーちゃんと電子化の人々にはチュネミク、 家具アミネリンレンが登場した。アメーバが提供しているスマートフォン向けアプリ、うちの姫様が一番可愛いのイベントに期間限定で初音ミクが登場し、コラボステージのボスや編成用のキャラクターとしてはチュネが登場する。全4巻。全巻に楽曲、フラッシュアニメ、パソコン、携帯電話の壁紙等が収録された CD ロームが付属している。 CD エクストラ形式のため、パソコンの有無にかかわらず楽曲は CD プレイヤーで再生可能。楽曲は特に記載のない限りオトマニアが作詞、作曲を手掛けている。CD のタイトルは、総じてテレビ番組のパロディとなっている。 2009年1月26日初版 ISBN9 兆7840億4854万28382010年1月26日初版 ISBN9 兆7840億4854万42142010年10月26日初版 ISBN9 兆7840億4854万54952011年10月26日初版 9月26日初版 ISBN 9長7840億4854万6867ありがとうございます。